馬おたぐり、おたぐりは長野県の稲谷へ伝わる郷土料理。馬の蝶をじっくり煮込んだもの。もつ煮の一種で稲氏や飯田氏が中心で、近年は植田氏など他地域にも見られる。稲谷はかつて大和朝廷へ馬を献上していた産地であり、馬の飼育や馬による移送が盛んであった。明治時代後半に入ると稲谷で馬の内臓を食べることが行われるようになり、 大正時代へ入り、飯田市松尾にあった肉屋が、馬の内臓を煮て売り出した。売り出された当時は、馬の煮付けと呼ばれていた。調理方法としては、蝶の内容物を取り出した後に塩水などで蝶を洗浄する。洗浄の際には、たわしが用いられる。その後蝶を時間煮込まれた後出来上がる。この時に蝶を手で、たぐる動作を取ることから、おたぐりという名の由来となった。 独特の匂いがあり、好き嫌いが分かれやすい料理である。しかし、上手に処理されたものであれば、臭みが少ない。日本酒に合い、おつまみなどとして食べられる機会が多い。薬味には刻みネギ、唐辛子が用いられる。稲市を含む上稲地方は、味噌味、飯田地方は、塩味が多い。稲谷にある居酒屋のメニューとして提供されるほか、地元のスーパーで販売されている。また 通信販売でも購入することが可能である。ありがとうございます。